皆さんこんにちは、サクです。さあ今回もアサシンクリードオリジンズ、隠れし者遊んでいきましょう。ということで目的地なんですけど、まあ、ここぐるっと迂回してね行くと、到着する感じかな。まあ岩登っていっても行けるんですが、まあ普通に行きましょうということで、また警戒地域っぽいな。でね、前回はもう結構強引に行ったんで、今回はまあひっそりとねアサシンらしく行きたいなと思ってはいるんだけど、さあどうでしょうって感じかな。あ、こっちじゃなかった。マディアマ州。新しい地域。あ、この辺かな。待って、登った方が早いかな。結局。まあでもなんだかんだ言って、まあ、サブクエ的なので行くことになったりするんでしょうね。あ、あれだ。危ない、飛び降りて死ぬとこだったね。あー、ここ行けんだね普通に。さあそろそろ目的地だ。パラティオティリオ、ここ警戒地域じゃないだろうな。大丈夫か。近くに隠されたパピリスを探す。またパピリスか。まあ、45になってからだね、やるとしても。まあ、できれば55になってからやりたいんで、3月ですね、やるとしたら。長い。まあ、そんなわけにいかないとね。やりたいなとは思うんですけど。さあ、ここ。あ、そっちね。さあ、ここ登ると。あの鳥では最悪だ。マイク、こっちよ。どっち？ギャミラットの話では、隠れし者が行くらしいぞ。そんなの自殺行為だろ。隠れし者なら心配ない。もし危ない状況になったら助けろとも言われてる。ああ、これバイクの偽物。タヒラから聞いてたわ。標的は誰だ。アンペリウス、半島内の商取引を監督してる。下に行けば会える。あいつはホルスの道を通る者や壁を越える者から金を奪い血を絞り取ってるの。見分ける方法は。そこが問題なのよ。あいつは隊長と全く同じ格好をしてる。遠くからだと特定するのは不可能だと思う。砦にいるのは間違いないのか。間違いないわ。先に入った仲間はそのまま戻ってきてないの。祈りの手で待っててくる。仲間を見つけたらそこへ連れて行く。まあとりあえずパピルスくらいは見つけておきたいですよね。さあどこ、あれ、セヌ、そうだな。見つけられないさ。他の連中と同じ格好をしてる。あ、セヌもダメなんだ。あ、パピルスあった。それマップを、これを取ってから行こう。まあ、近くなんでね。さあ届け。惜しい。パピルス消えた。パピルスはどこだ。ない。怪しい。これ怪しくないですか。で、定番のコブラ、これ3回食らったら死ぬやつね。せい。さあ仕留めた。降りてみるか。あ、これパピルスじゃない。違う。あ、違った。パピルス。さあロケーション完了。ではセルモを見つけられないやつを、探しに行こうか。ちょっと今日はね飛び降りすぎだね。ただちょっと敵のマーキングだけはしておこう。目標は、近くにある。
隊長と指揮官と同じ服装ってことない。多分この黄色系のマークついたやつが怪しいな。まあそういう隊長系を暗殺していけば、まあとりあえずはうん、いいんじゃねえかなと思うんだけど、これ怪しくない？もう明らさまに。あ、できればあの、あれですね、これ。これこれ。多分、あの火つくやつだと思うんでね。これはなんとか、先にトラップを仕掛けておきたい。じゃない、多分45の、警備兵が来るんじゃないかっていう、まあ予想ね。あとは？あ、こいつも怪しい。だから格好が同じだから目標発見できないってさ。宝箱とか見つけちゃうのにね、壁のスケスケのやつまで。ちょっと理にかなってないですよね。まあ、そんなところはいいとして。ここにクエストあるね。なんで、できるだけ敵を倒しておきたい。そろそろいいかな。さあ行こう。では、いつもの。この警備が厳重だな。ほい。さあ、まあ口笛吹きながらね、行くよ。はい、ザコー。まあ、あとは侵入。上から、いや、上からも行きたいけど、上にもなんか意外といるんだよね。今回はちょっと隠密行動で行きたいんで、見つからないように行きましょう。草むらもあるしね。ちょうどいい。これでも中にいたりするからな。気をつけないと。この白いモヤモヤがさ、なんか意外と、見えてるよっていうね。あえずな証なのかなと。あ、ちょっとこっちに小銭が。何このビルスみたいなのいるんだけど。よし。あー、助けたい。せーの。さあ、陽動頼むぜ、お前ら。こういうやり方もありだよね。さあ、向かってきているので、私は口笛を吹くぞ。あれ。結構いろいろ目くらまししてくれてるんで、今がチャンス。同胞だ。死体をゴミのように放置しておくわけにはいかない。そのうちありますよ。隠れし者の死体をこっそり運び出す。まあ、どっかにあるのかな。と、この辺にいるのか。なんかマークついてたもんね。でも、こんだけいたらちょっと厳しいわ。来い。来い。よし、来た。もう盾持ちは結構めんどくさいからね。おやすみ。よし、オッケー。シックルソード41。さて、やつをどうやっておびき寄せるか。こっち見てるから多分構えた瞬間に分かるんだよね。あ、そうでもない。あぶね、叫び声見て来てたわ。危ない。とりあえずここら辺すっきりしたんじゃない。
おやすみ。あとは見てないか？大丈夫だな、いけるな。お尻アタックで、あとはこう仲間を助け出す。あ、別に縛られてるわけではないね。感謝します、神の恵みを。感謝します、それは断ります。気持ち悪い。よし、さあ次はこの辺を攻めていこう。後ろ向いてるもんね。できれば落としてほしかったな、ポーンと。で、上にもいるんだよ。いや待てよ、この死体を運び出すのは。あ、ちょ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 、危ない危ない。あいつ見てたな。来い、カモン。さあ来い。まあ二人同時とかには来ないからまあいいけどね。せい。で、ちょっとこっちから行こうかな。別にそんなすごい高いところから落ちたわけじゃないんだけどね。付近の死体を運び出す。ちょっと、まあいいや、次出た時に、どっかに死体があるんだろうね、運び出す。どれ？これかな？敬意を払う。心情に仕えし者よ。せっかくなんで、ちょ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 、さあ敬意を払って経験値をいただこうかな。や、まあ、入り口はきれいに片付けたはず。そんで運び出しましたよ。永明に適した場所を探す。ちょっと待って、一応追跡してみよう。あれ、どこだ。近ければいいんだけど、あれ、あ、仲間を尊重せよ。これ何気に普通のメインクエストだよね。どこ、あ、意外と遠いっていうね。ここいいんじゃないですかね。ホルスが足の原野へと導かんこと、アムンの光が魂に届かんこと。足の原野へ送り出せるよう隠れし者と一緒にいるわ。いや、お前も来い。ありがとう、マイク。ってことでじゃあ再び戻りますか。戻ってきたはいいが、見つからないようにね。やばいな。まずはこんにちは。お、ジョセルの誇り。装備できない。さあこいつらと同じ格好をしたやつがいるってことだよね。
指揮官、こいつと同じ格好したやつを倒せばいいんだが、あれは隊長だもんね。あれがアンペリウスだ。違った。やっぱり護衛ついてるのがやっぱり当たりなんだ。じゃあ行きますか。あ、そっちじゃない。いけいけいけ。うわっ、くそ。なんか隠密行動するはずが意外とバレバレしてしまった。おお、危ない。今だ。やばかった今完全にグロ。お宝、よっしゃ、レベルアップ。なんか結構レジェンドとかも来るね。宝6個あんの、ここやばいな。やべえ、かがり火来たよ。逃げるぞ、ここは。よし、ナイスセル。かがり火ってことは間違いなくこいつ来るでしょう。南の影やばいって。いや、馬乗ればよかったな。お前いつまで追ってくるんだよみたいなね。やばいやばいやばい、なんでこれ。やば。いや、ヘビークラブの速ため欲しいな。いや、マジ弓がうざすぎる。よし、オッケー。やばいやばいやばい。もう戦闘解除できました。待ってね、次のクエスト、これサイドクエストだね。次、夕日。これ行きましょう。と思ったんですけど、まあ、ちょっと時間も、時間なんですけど、これやろうか。あ、どうしようかな。いや、こっち行きましょう。はい。ってことで、まあ、今回は、この鳥でね、ストーリーの方、まあまあ、そんな時間的には長くなかったんですけどね、まあ、サクッと終わったんで。はい。じゃ次、次回、こちら夕日の方、やっていきたいと思いますんで、よかったらぜひね、チャンネル登録、評価、コメント、あとツイートもしてくださると嬉しいです。それでは今回は、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。まあ、あとなんかまあ DLC なりのね、なんかまあ、ネタとかあればやっていきたいと思いますんで、その辺もぜひお願いします。それでは今回はこの辺で。